どうもさんこんばんは、おくチャンネルだー。今回なんですけども、スクラッチの動画でございます。で、はい、今回ですね、スクラッチはこちらでございますね。はい、キットカウントチャレンジですね。これちょっと苦手よね。そう、こことにかく3つ削って数字ですね、要は200になれば5等だし、220になれば4等だしっていう形で、まあ、足し算していくと。で、1等は300万円ですね、2等が30万円となっております。はい、で、今回こちらは全国ですね、600万通り12億円分、そして1等が6本しかない。どうなるんだわかんないけど、とにかくですね、削らないとわからないっていうのが、スクラッチの醍醐味でございますから、早速ですね、削っていきたいと思います。企画千金いきましょう。まず1枚目は久しぶりに5円玉で削ります。いきます。そう、10円がね、一番僕の中では削りやすいんですが、なんか今日は5円があるかなと思ってやってます。はい、80ですね。80、あとだから真っ当でも何本、120出たらもう積み、いきなりいくか。いきます。これそう、ちょっとね、臨場感出ないかどうなのっていうのが僕は思ってます。はい、110ですね。はい、90以上出たら当たりです。いきます。ドラ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 、惜しいね。惜しいね。ね、惜しいね、これ。いや、本当に本当に惜しい。頼むよ。はい、このタイプでまだあれか、大きい当たりないかな今のところ。はい、じゃあ行きましょう。2枚目ですね。いきます。そう、あのビッグマムのやつはちょっとやらかしちゃった。そう、天然でね、僕自分で動画投稿してて、編集してて、最後の10枚目ですね、ガチで気づかなかった。ガチ普通に気づかなかった。あれコメントなかったら多分捨ててたね。まあ、僕年末に一気に換金するタイプですから、まあ、捨てることはないんですけど、多分埋もれてたね。埋もれてた。はい、150ですね。50以上出たら当たりですね。いきます。50以上来い。来たんじゃね、来たんじゃね、来たんじゃね、来たよね、これ大丈夫ね、これ。ありがとうございます。200いった。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいよ。やったぜ。はい、そう、なんか最近ちょっと、なんか、なんだろう、これまあ気のせいだと思うんですけど、なんかワンニャンスクラッチもミスって1000円出てるし、カイドウも、300円300円の1000円だったから結構出てるんですよ今年。このペースで出したいなぁ、一等出したいわマジで。いきます。3枚目。あー、70ね。いえ、お、100、あ、え、びっくりした、200かと思った。100、170、30以上で当たりですね。いきます。ありがとうございます。最近続くね、最近結構続く、あの出が続くわマジで。ありがとうございます。はい、これ綺麗に100ですね、5等ですね。ありがとうございます。やったぜ、イエーイ。2回目、これは3枚タイプかな、まだ見てないですけど多分3枚タイプかな。いきましょう。4枚目でございます。いきます。そう、いやでも本当、あのこの間コミュニティに書いた、夢見たって話あったと思うんですよ、数字。あれやばかった。そうですね、あの見てない方もいらっしゃると思うんですが、ロト7も買ったんです。ナンバーズ4と3とロト7買ったんですよ。でロト7に、とにかく選ぶ時だけとにかくむっちゃ考えたんですよ。何だった、どうだったって。結構夢って作り変えれるんですよね、自分の中で。で結構あれあったかなとか思いながら、まあ、うつろにバーって書いたらフロント4つ合うからね、びっくりしたんですよ。あとだから2つ合ってたら75万だった。なんかね、なんかうわーって感じじゃなかった。どっちかって悔しいとかっていうより、まあまあこうなるよねみたいな、そりゃそうだよね、一口だしみたいな感じでしたね。ちょっとロト6やロト7の動画やろうかな、マジで。ちょっとやりたいな、ロト7の動画やりたいですね、ちょっと。そう、あ、今までやってこなかったんで、ちょっと新しいこともね、始めていきたいというのもあるんで、まあ、定期で毎週じゃなくて、各週ぐらいでやりたいですね。はい。100円の60以上で当たりです。いきます。来い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 。あー、まあまあまあ、これがスタンダードよ。そう、これが普通よ。これが普通。むっちゃ普通。むっちゃ普通です。はい、行きましょう。これで折り返しですね。5枚目です。いきます。ちょっと喋りすぎた、ごめんなさい。80、はい、50、130、70以上で当たりだ。いきます。違うな、80以上だな、違う、70だな。
60ね、これ60ね。まあでも大体そうですね、190あたりで落ち込むっていう。え、もうなんだったら逆になんかわけわかんないの出せよな、あのなんか足して10にしかなんなかったみたいなそんなもあってもいいと思うんですけどね。いきましょう、6枚目足して10とかでやっぱりね、555みたいな辛いですね。はい、次そろそろ行くんじゃないか。140ですね、これで60以上出たらあたりですね。いきます。あー、もう190じゃなくていいよ、190じゃなくてもいいよ、別に全然全然いい、190じゃなくても全然いい、そう190じゃなくてもいいんだよ。180とかでも面白いじゃん、逆にね。なんかそう、最近ちょっとあのこの下ろす髪型ちょこちょこね、去年ぐらいからちょっとハマっちゃってますね。あの上げるのがスタンドなんですけど、なんか金曜日スクラッチはちょっとその僕の中でのイメージではちょっとカジュアルにしたいんですよ。割とあのミニロトとか解説系のやつはちょっとフォーマルな感じでやってるんですけど、ちょっとこうオフ感出したいっていうね、イメージはありますね。いきましょう、もう喋るんだってね、もう長えってね。いきましょう、80長くなる。いやー、これ厳しいな、これは厳しいだろう。120、80以上ですね。いきます。おーおーおおおおおお、あります。残り枚数考えたら今でよかった、今でよかった、すごくよかった、すごくいい、ありがとうございます。3枚目きたね。これでとりあえず最低保証はクリアした。はい、あとですね、残り3枚ですね。気持ちいいですね。これが、8枚目でございますね。この値で出したかっこいいよね。いきます。そう、そういえば、そう、この間、ごめんなさい、話ずれちゃうんですけど、このキット。これの噂、これ、あくまでもですが、なんか、ネットで囁かれていることなんですけど、髪の毛赤じゃないですか。シャンクスの息子じゃねえか説があるらしくて、で、なんか赤髪海賊団と戦った時に腕をなくしてるんですよね、キッドが。で、そのキッドの腕をシャンクスが奪ったんじゃないかみたいな、なんかそういう話があって、とんでもねえ方向に進んでんぞという感じですよね。いきましょう、80なんで120はないわな、もうダメだな。いきます。あ、でもこれ180になったな、180になった。あー、いいっすね。え、なんかもっと低いやつあってもいいんじゃないですか、50とか。なんか1枚ぐらい入れてもいいと思うんですね。10、10、10の30とかね。はい、じゃあ行きましょう。9枚目いきます。お、90来い。なんで、これで110ですね。90以上で当たりですね。もうどうせだったら100出せよ。100、あ、100じゃダメか。100でいけるか。あ、無理だな。いく190か。190あんまなんかしっくりこないな、これ190しっくりこないな。行こう、最後ですね、10枚目でございます。これで出せればかっこいい。できたら僕の理想的には去年1枚出してるじゃないですか。だから、まあ3頭出しても多分盛り上がらないんで、やっぱ280は欲しいな、この2頭ね。30万円ぐらいは欲しいですね。はい。じゃあ行きます。最後10枚目280来い。おーしゃ、80だ、80。やばいぞ、これで100、100来たらめっちゃ盛り上がるぞ。行く、頼む、100、せめて100。10? ここで 10? ということは、あとだから200とかが出たらいいんか。200出たら190になる。190はないか。だから90なんで、これは、むずいね。100何まであるんだろう、上。120あったっけ、さっき。まあいいや、とりあえず行こう。頼むぞ、俺!行く !190! いやー。参ったなぁ。